将棋図匠は、江戸時代の将棋佐し伊藤漢樹により、法暦5年3月に江戸幕府に献上された爪将棋の作品集である。原書名は、雑木百番気構図式という。兄の七世、名人三代、伊藤総監が表した将棋武双と並んで、江戸時代における爪将棋の最高峰と言われている。前百代からなり、 手数は9手詰めから611手詰めにわたる。中でも、特に超難解と言われる第8番や、詰め上がり図から、たすき詰めと呼ばれる炙り出しの、第94番、玉形一段目実践処刑の、第97番、その美しさから神曲と、称される最後の3代が有名である。また、第73番は後に2つ目となる変化が見つかって、おり、不完全作となっている。 その作風の多彩さから、複数人物が筆者であるとする説もあり、近年の爪将棋の第一人者である、上田義和も、少なくとも3人の作者がいるのではないかと述べている。爪将棋作家としても知られる騎士の内藤国夫は、小学生時代に、将棋図匠第一番を見て爪将棋を作り始めたと、語り、自分の作品集にも、図式100番というタイトルをつけている。 米長国夫は、将棋図匠と、将棋無双の200を全問解ければ4段になれる、との持論を展開していた。それは、ただ難問を解いて気力がつくというだけでなく、二つ目を含む難解な問題を延々解く、忍耐力や、将棋に対する情熱が必要であるからとしている。ありがとうございます。